えー、こんにちは。ツイッターから速報です。えー、独身税の再検討が浮上してきたということですね。出産給付金の財源として岸田総理がこの度挙げたという噂でございます。えー、その独身税ってのは何かというと、かなり刺激的な、まあ、タイトルですけども、独身でいる人は税金を払いっていうあれですね。これはですね、生まれた時ってみんな独身じゃないですか。そいつらも払えってことらしいです。 そして、結果的に人生の後半で独身になっちゃった人も払えということなんで、まああまねく多くの人にね、徴税を課すというものかもしれません。悪魔の税制と言われるものですね。まあ名目は、出生率を上げるために施行をするということらしいですけども、実際にこんな税金って地上に存在したんでしょうか実はね、あったんですよ。独身税は、出生率を上げるための少子化対策として、まさに、 ブルガリアで1968年から1989年まで導入されていたんですね。えー、現在は施行されていませんけども、約20年ほど続いたわけなんですよ。その中身というのは、ブルガリアの独身税ということでね、語られていますけども、独身者のみ収入の5%から10%を税金として、 徴収するものということでございました。で、対象はですね、えー、鬼のように生まれてから死ぬまでではなくて、25歳以上の独身者が対象ということだったんですよね。まあ、これによって偽装結婚がね、かなり乱発したということだったらしいんですけども、婚姻者と比べて税金を高くすることで、結婚を促すことを目的としていたよね、禁止眼的な税金だったということで、ブルガリアではあっという間に廃止になったわけなんですよね。 で、結婚する人が増えれば、それだけ出生率も上がるだろうという理屈だったんですけども、偽装結婚ばっかり増えて、結局出生率は上がらなかったというね、そういった失敗例も散見されたということでございます。で、ブルガリアでのこの独身税ってのは世界的な注目を浴びたんですが、まあ世界的な恥に終わったというね、えー、独身税は大失敗に終わったという歴史でございます。まあでも、岸田総理がこの度ね、あくまでもツイッターの噂ですけども、これを復活させるんじゃないかっていうふうな形になってます。まあ、 本当かそこわかんないですけどね。多分嘘でしょ。で、えー、お話した通り、ブルガリアの独身税っていうのは20年そこそこで終わっちゃったわけなんですけども、あまりにも評判が悪かったということもあるんですけども、独身税が導入されていた間、ブルガリアの出生率は2.18から1.86へとね、逆に下がったというね、<laughs> そんなこともあったんで、結婚しようがしまいが、あまり出生率には関係がないっていうことなのかもしれませんね。はい。ブルガリアの独身税が失敗して以降、世界で独身税を導入した国はありません。 え、ここにですね、ネタ化を起こすような形で、岸田総理が目をつけたんではないかなというふうに、責任を伴わない人の発信を私が取り上げて、さらに私も責任を取っていないってことなんですけどね。え、独身税を導入するのは、とてもハードルが高いですね、政府が想定した成果を得ることも、まあ、ないということだと私も思います。ですんでね、独身税なんてのはね、やめていただきたいかなと思います。はい、じゃあ、今回以上です。